本日のゲストは一般社団法人コードフォージャパン代表理事を務めていらっしゃる関春幸さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。関さんの生い立ちがだいぶ理解できましたので、はい、今度はコードフォージャパンの生い立ちをちょっと聞きたいなと思うんですけど、ハックフォージャパンっていうのやっててどういう思いがあって、そこからハックフォージャパンは、まあ、はい、震災後いろんなところでハッカソンやったりとかして、情報ボランティア活動って言われるものだったんですね、うん、仕事の合間に実際ハッカソンやったりとか、石巻のコミュニティがあったんで、そこでこう時々遊びに行ってなんかお手伝いしたりとか、うん、あとはその自治体とかに行ってデータくださいみたいなことをやったりとかですね、うん、いろんなことやってたんですけど、情報ボランティアとして活動してても意味のあるそのインパクトを生み出せるようなことってなかなかないんですよね。確かにボランティアって聞くと、じゃあ今だけちょっとやるのねみたいなニュアンスもちょっとありますしね、はい、で特に IT 系の作業って設計とか大事じゃないですか。でもそもそも設計できる人がいない中で、うん、なんかこう手伝してくださいって言って も仕事自体作れないみたいな、相手側に対応できる人もいないっていうことですね、はい、っていうのがあっていろいろ悶々としてたんですけど、うん、その中でオープンデータっていう概念があると、行政の出しているデータっていうのは、うん、オープンに公開をすることでいろんなことに活用できると、まさにコロナであったようにですね、うん、行政がデータ出せばこのプラットフォームの、そのビジュアライゼーションとかもできるし、うん、組み合わせて分析もできるみたいな、そういった概念を知りまして、これってまさにこうオープンソース的な考え方だなと思ったんですね、うん、でオープンソースコミュニティだし、そういうような活動が広がるといいなと思っていた、うん、と。でもどうやっていいかわからないみたいな感覚でいたときに、コードフォーアメリカの話を聞いて、テッドのプレゼンテーションがあって、ファウンダーのジェニファー・パルカさんって人が、21世紀型の政府を作るって言っていて、そこの中にまさにこうガバメント 2.0 的な話とか、ガバメント・アザ・プラットフォーム、プラットフォームとしての政府みたいな考え方とか、いろんなそのヒントが詰まっていたんですね。なので、あ、こういうやり方あるのかと。特に彼らの中で面白かったのが、技術者を政府の中に送り込むんですね。3人ぐらい一塊で政府の中に入れて、でいろんなプロトタイピング化して、うん、あのこんなことできるんだよって可能性を見せて帰ってくるみたいな、これは面白いと、こういったことやってみたいと思って、レコードフォーアメリカの人に話を聞きに行って、うん、こう日本でちょっとやろうと思ってるんだけど、どう思うって言ったら、もうやればいいじゃんと、もうむしろこう、なんかこういう新しい我々の考えたことが、どう世界に広がるか見たいから、逆に教えてよって言われたんで、うん、これこそオープンソースだと思って、帰ってきて、立ち上げたっていう感じ。コードフォージャパンって政府に人を送り込んだり今ってしてるんですか？結局ですね、彼らがやってるような仕組みっていうのは日本ではできなかった。ただ一人単位で送り込むことができて、一番最初に派遣させていただいたのが福島県の浪江町、そこに一人我々が公募して、コードフォーアメリカとはちょっと違いますけど、任期付き職員みたいな形で3年間向こうで働くみたいな。その最初の1年目からそういう地道にっていうか、一人ずつ2年目に送ることができた。コードフォージャパンの中に市の職員の方もいらっしゃるし、送り込んでもいるって。ただ今はですね、そういうフェローシップみたいな形で送っているのはないですね、うん、週3ぐらいでお手伝いする人を紹介するみたいなことはやってますけど、アメリカとはだいぶやり方が変わってきてるかな、うんうん、最初にじゃあ作ったって後はどうしたんですか？最初にそのワークショップをやって50人ぐらい集まって、うん、まず設立まで何やるべきか考えようみたいな、うん、例えば法人化するための、うん、ガバナンス作ったりとか、社団法人登録するような人たちもいるねとか、うん、各地域のコードフォーを支援するみたいな。で初年度はこう各地で、実はコードフォーアメリカは知ってる人いたので、うんうん、コードフォー金沢とかコードフォー鯖江っていうところですね、立ち上がってたんで、実際話をして、うん、どんなことをやっていきましょうかみたいなところで話し合ったりとか、とにかくやりたい人は手を挙げてくださいみたいな感じで、うんうん、まあ、いろんなところから手を挙がったんで、みんなで話し合う場を作ったりとか、うん、ハッカソンのやり方とか、うん、ワークショップのやり方をこう動画作って共有したりとか、うん、そんな感じの活動をやってました。目標とか目的みたいな何かはあったりするんですか？僕らはその共に考え共に作るって言ってるんですけど、うんうん、どちらかというと状態、共に考え共に作るっていうことをみんなができている状態を目指すっていうのがあって、コンセプトをしっかり決めたっていうところが一つ、うんうんうん、あとはもう各地でそういうコミュニティ作りっていうのをとにかく主体とするものなので、うんうん、ここを目指そうみたいな明確なゴールがあるわけではないコミュニティ、うんうん、地域ごとに抱えてる課題っていうのも違いそうですよ ね。あんまり我々がなんかあれをやるべきだとかいうものでもないかなと思って、ね、活動報告なんかをみんなでして各地からレポートもらって毎月出したりとか、うん、その中で結構面白かったなみたいな取り組みって何かありましたか？結構面白いのはですね、 IT のコミュニティなんだけど突き詰めていくと IT じゃなくなっていくみたいな、すごいこう実質的に役に立っているものとかで言うと、子育て中に保育園を探すのがすごく大変だったお母さんが行政のデータを使って、そのモバイルで条件に合った保育園が探せるようなマップを作っている
介したい。最近だとその NPO が最近すごく相談が増えているから、うん、NPO の窓口向けのチャットボットを作ろうみたいな、そういうのは本当にこう感動的というか、その辺のプロジェクトっていうのも基本的にはボランティアっていうことになる、ものによります。例えば NPO とかがあって、うん、NPO がある程度予算があるからしっかりしたものを作ってほしいってなれば予算をもらって作りますし、うん、あんま予算ないけどとりあえず一緒にやってほしいみたいなのがあれば、うん、お手伝いする時もありますし、うん、コミュニティの達人だと思うんですけど、うん、先ほどのエンジニア以外の人もいるとか、うん、あと理念を固めて共有するっていうこと以外もなんかいろいろコツがあるんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、なんかなかなか続かないとか、はいはい、一時盛り上がるんだけど徐々に冷えていくとか、逆に追い詰めすぎちゃって疲れちゃうみたいなのがよくあると思うんですけど、はいはい、コミュニティいろいろやってきて思うんですけど、うん、なくなるときはなくなりますよね。たまたまコードフォージャパンはやれることもいっぱいあるし、期待感もあるので、なんかすぐなくなるようなことはないと思うんですけど、そのうち必要なくなるでしょうから。どういう時が必要なくなる時、例えば別のコミュニティができてそっちの方が勢いがあるみたいな話もあるかもしれないし、うん、もう当たり前になったみたいな理想的な方ですね。それは理想的ですよね。最後にですね、 2,3 年というか、うん、コードフォージャパンがどういうことをしていくみたいな、はい、それなんかありますか。直近でやりたいことっていうのがやっぱり NPO の支援をやっていきたいですね。ソーシャルテクノロジーオフィサーっていうですね、うん、プロジェクトやってるんですけど、うん、いわゆる CTO ってありますよね、うん、チーフテクノロジーオフィサー、企業の中でチーフとしてるんですけど、うん、そうじゃなくて社会的な事業をやっている会社だったり NPO とかに対して CTO 的な役割で経営も含めてサポートできる責任者みたいなのを作りたいっていうのがあって、うん、要はエンジニアと NPO をつなげたいんですけど、 STO って新しい職業を作る。 STO って言うんですね、はい、すごい。ソーシャルテクノロジーオフィサー、私はソーシャルテクノロジーオフィサーとして何々って NPO を手伝ってますみたいな、それはかなり力を入れてやってることです。多分それは数年かかると思います、うんうんうん。あと自治体ですね。やっぱり自治体の中でオープンソース化を当たり前にするってことをやりたくて、うん、日本って IT 系のシステムに国と地方を合わせて1兆円ぐらい使ってるって言われてるんですね、うん、それが全部とはいかないまでもそのうち何割かがオープンソースソフトウェア作るためのお金になったら、すごい、もう日本全体オープンソースコミュニティすげえみたいな。しかも今回東京都で示したように、うん、ある地域で作ったものが他の地域にも使われて、うん、どんどんカスタマイズされて良くなっていく、うん、松江市がね Ruby でいろいろやってるのが、うん、もう他の地域でも当たり前みたいな感じになってると、うん、すごい面白いなと思って。ちなみに Code for Japan に入りたいと思った方に対してはどういったこうルートで入ってくればいいとか何かあったりしますか、はいはい、エンジニアとか Slack とかに抵抗なければ一番簡単なのはもう今すぐサイトに行ってですね、スラックに参加するボタンがある、僕押しました。簡単でした。あ、そうなんですね。自己紹介がチャンネルがあるので、うん、そこで自己紹介していただくっていうのがまず第一歩ですね、うん、そうするといろんなチャンネルがあっていろんな活動があるので、うん、興味あったとか入っていただければと思います、うん、であとは各地域にもコードフォーがあるので、うん、そういう地域版に関わってみたい人は自分の興味ある地域にコードフォーあれば、うん、Facebook グループとかあると思うので、うん、そこに声かけていただくのがいいんじゃないかなと、うん、時間が来てしまいましたので、はい、この辺で締めたいと思います。Code for Japan、ちょっとこれからすごくまだまだこれからいきそうだというか楽しみですね。本日のゲストは一般社団法人 Code for Japan 代表理事を務めていらっしゃる関春之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。つよつよチャンネルでは全国のエンジニアのためになる動画をどんどんアップしていきます。チャンネル登録お願いします。